中年オタッキーです。今日は先日告知したようにこうして撮った写真ね、キャノネット QL17G3 っていう、まあキャノネットでは最後のモデルになりますけど、骨董屋さんからねタダでいただいてきたカメラでございます。こいつでね、こいつがあの場所が壊れてたんですけど、いじってるうちに動くようになっちゃったので、これで写真を撮ってみました。でね、ぶっちゃけた話ね、その一度は壊れたカメラですからまともに写ってない可能性が高いと思いまして、で、まあ同時プリントじゃなくて現像のみで、注文したわけなんですね。で、現像のみで注文して、まあインデックスが、まあこれ出来上がってきたんですけどね、これまあピンボケ写真がちょっと2枚ほどあるんですけど、1枚もその露出外してないんですね。で、これ1枚だけはあのバルブで撮ったんですけど、他は全部ねシャッター優先 EE、 まあ当時は EE って言ってたみたいです。シャッター優先 AE オートで撮ってるんですね。で、まあネガがね、その許容範囲ラッシュ度が広いとはいえね、1枚も露出を外してないっていうのはまあ大したもんですよ。この40年ぐらい前にね発売されたカメラでね、しかもその40年前にその発売されて何のメンテナンスも受けてないカメラがただ電池を入れただけでこんだけ動くっていうのは、まあ当時のねそのキヤノンさんの本気度をね十分知らしめたものになってると思います。このカメラね、その操作するのもねいろいろと楽しいですしね、ピントを合わせたりとかね、シャッターを巻き上げたりとか、いろいろと楽しめますし、これね肩から下げて持ち歩いてたら結構ね、あれ何みたいな感じで見られます。本当に見られます。おしゃれかもしれませんね。で、2、3枚ちょっと写真を見ていただきたいと思います。まず1枚目の写真ですね。1枚目の写真はちょっと梅雨の晴れ間に踏切の写真を撮ったものになりますけどね、まあ普通にね撮れてます。別に発色が悪いわけでもないんですけども、まあちょっとね懐かしい感じの色になっておりますね。で、まあ、解像度もね別段問題なく撮れてます。それでは2枚目の写真いきますね。2枚目の写真はねこの明石海峡大橋をね、これ手持ちでね長時間録音して撮影したもので、手持ちっつったってフェンスの上にちょっとまあちょっと構造を決めるために傾けてはいますけど、フェンスの上に寄りかかって、で15秒間ほど、絞り開放で録音しました。でね、若干その手ぶれして甘い写真にはなってますけどね、画質としては十分ねまあいける範囲じゃないでしょうか。広角点の画像だと思います。これね40年前の普及機でなぜこんな綺麗な写真を撮れるのかっていうことになるんですけども、皆さんねフランジバックっていう言葉ご存知ですかね。フランジバックっていうのはね、まあ、このカメラで説明しますけど、このレンズの付け根からフィルム面、このフィルム面のねマークついてます。今の一眼レフとかでもついてますよ。今ではセンサー面ですね。この距離のことをフランジバックっていうんですね。これキヤノンの FD マウントのレンズは 42mm だったかな。でその一眼レフカメラっていうのはこのフランジバックが長くなりやすいんです。それなぜかというと、もう完全にこれミラーですね。これミラーがあるからですね。でフランジバックがね長くなるとどういうことになるかというと、まずレンズの設計が難しくなります。レンズの設計が難しくなる、特に広角レンズ、
レンズっていうのはね、密集してそのレンズがこう並んでるわけなんですよ。で、その密集がね、緩むとどうなるかっていうか、画質が落ちるっていうのを結構の人が知ってると思います。その画質が落ちる、その一番端的なものはね、ズームレンズなんですけど、ズームレンズであるっていうのは中にね、直進的に動くレンズが存在するわけで、どうしても空間が増えます。だから画質が落ちるんですね。で、まあ、何が言いたいのかというと、こいつミラーがないんですね。まあ、ミラーレスですよね。これね、フランジバック30ミリもないと思いますね。30ミリくらいかな。うん。というわけでね、こんな小々のレンズがついているにもかかわらず、フランジバックが短いことによって画質が向上するわけなんですね。で、このカメラを使ってちょっとね、ミラーレス一眼のことを考え直すようになりました。ミラー付きの一眼レフカメラよりもフランジバックが短いということは、まともなレンズが発売されたら画質がいいのではないかということですね。ただ、現状でソニーさんとかのミラーレス一眼はあんまりいいレンズはないみたいですね。まあレンズを作った経験は、タムロンがなんか大半作ってるっていう話を聞きました。もしかしたらね、ニコンとかキヤノンがね、まともなミラーレス一眼を作ると、もしかしたらもしかするかもしれませんよ。ものすごくいいものができるかもしれない。まあニコンもね、あ、じゃあ、ソニーもそのうちものすごいレンズを出してくるかもしれないですけど、で、まあちょっとね、ミラーレス一眼を見直した、ね、こんな古いカメラをきっかけにね、ミラーレスカメラ、ミラーレス一眼をちょっと見直すきっかけになりました。まあ一度触ってみようかなと思います。まあただ電子ビューファインダーは動き物をメインで撮る僕にはちょっとどうかなとは思いますけどね。で、最後にこれレンジファインダーカメラっていうんですけど、このレンジファインダーカメラっていうのはね、まあ、ピントを合わせるんですけどね、そのこのピントリングの情報をまあ合わせて、このファインダーから覗いて二重像を合致させてピントを合わせるっていうものなんですけど、つまりこのピントリングの情報がね、カメラに入ってくるわけなんです。つまり被写体までの距離がね、測れるんですね、カメラがね。で、普通の昔の一眼レフカメラとかだと、まずピントを合わせて、で被写体まで何メートルだ、 ISO100 だで、シャッタースピードはまあシンクロ設定ですけど、でガイドナンバーいくつだったら、絞りをいくつに設定してって全部マニュアルだったんですよ。これね、フラッシュマチックっていうのがついてるんです。もうびっくりしました。もうね、見えるかな、ここのところにね、 A の横にね、28とか20とか書いてると思うんですけどね、これがね、ガイドナンバーの数字です。で、ガイドナンバー28のストロボをつけると28、20のストロボをつけると20のところに、まあ、設定するわけなんですけど、で、それに設定してピントを合わせると、フラッシュマチックで勝手にね、絞りを合わせてくれます。つまりね、ストロボ撮影が非常に楽です。で、そのフラッシュマチックで撮った写真が次の写真。実はこれね、ガイドナンバー28の設定で撮ったんですけど、使ってるフラッシュは28のストロボ持ってなかったんで、ガイドナンバー30のね、キヤノンの 300EZ っていうストロボを使いました。まあ2つぐらいのガイドナンバーの差なんでいけるだろうと思って使ったんですけど、まあ見事にいけてますね。ちょっとほんのちょっとオーバー目ですけど、まあいけてますね。というわけでね、この40年前のカメラのにね、フラッシュ優先 AE まで、まあ当時は EE なんでしょうけど、ついてるわけなんですね。これ本当にね、このカメラね、楽しいですしね、簡単ですし、本当おすすめです。もしね、見かけたらね、買ってもいいと思いますよ。まあちょっとね、なんか人気みたいで、値段的にはね、それこそオーバーホール済みのやつとかだったら3万円ぐらいしちゃうやつもいるみたいですけど、この銀色のモデルでね、普及されてる、まあ、実用機とかだったら5000円ぐらいで
買えると思います。ヤフオクとかでも、で、あの一遍手にして見るのもいいのかなと思います。で、古いカメラのいいところはね、買うでしょ、使うでしょ、売るでしょ、値段下がんないっす。いやね、デジタルカメラとかだったらね、新品買ってね、使って売ったらもう半値以下ですよ。でもこいつはね、ヤフオクで買ってね、使って売るときもヤフオクで買った値段で売れますから、多分、そういうカメラです。ぜひね、一度使ってみてください。非常に楽しいです。別にね、キャノネットじゃなくてもいいです。オリンパスペンでもいいですし、他にもいろいろありましてね、忘れた。おすすめなのはね、ピッカリコニカのコニカ C35 とか、ジャスピンコニカあたり、ジャスピンコニカになるとオートフォーカスになってくるんでね、あの辺もおすすめですけど、ちょっとプラスチッキーでね、見た目がチャッチーンで、まあ、このぐらいの時代のちょっと古いね、金属製のカメラの方が見た目的にはいいかもしれないですね。まあそんな感じです。レンジファインダー機ね、意外にもいい写真が撮れそうですよ、これ。ちょっと僕のはタダでもらってきたやつもあって、レンズにちょっとダメージがあるんでね。それでもね、あの明石海峡大橋の写真なんかなかなか生きてる。今度ね、三脚使って本気で撮ってみようかなと思ったりもしてますけど、ただ今ね、こいつが進行中なんで、ちょっとおねんねしてもらうことになります。このカメラには、カメラ一体何台持ってるんだろう、もう分かんなくなってきた。そんなわけで、今日の動画はこの辺でですね、また、F1 の写真がね上がってきたら動画上げようと思います。どんどんねフィルムカメラを普及していきたいんですけど、まあどうでしょうね。フィルム自体がね、もうコンビニとかパーキングに売ってないような時代になってまいりましたので、フィルムカメラねを買ってね、フィルムカメラを買って写真を撮ろうっていう人はね、その辺も注意ですね。どこでもフィルムが手に入らない時代になってきましたので、別にアマゾンとかね買ってもいいですし、まあ北村さんとかでも買ってもいいですけど、そのフィルムの切らしたりするのにだけは注意ですね。まあそんなわけで、今日はフィルムカメラ、キャノネット QL17G3 の紹介でございました。また次の動画を上げれば、いつになるのかな、ちょっと先になると思います。最後まで見ていただきありがとうございました。なんか最近チャンネル登録者数がちょびっとずつ増えております。嬉しく思っています。これ見た方もチャンネル登録していただければありがたいです。それではまた。